かずきの本屋さんへようこそ。今回のテーマは楽に生きるすすめ、手を抜いて生きることのメリットについてお話しします。日本人の価値観として勤勉に、そしても仕事は真面目に頑張ることが大切だと、もう苦労ことが美学なんだなんて考える方が多いんですけども、ぶっちゃけそれが今の時代正しいとも限りません。それは頑張ったら頑張った分だけ報われるなら利害はありますけども、そういう時代じゃないんですね。もちろんやりたい仕事なのであればやったらいいですよ。僕だって YouTube であるとか動画編集会社の代表として毎日働いてますけども、休みなく。でもそれは自分がやりたいからなんですよ。やっぱり稼ぐのであれば楽に稼げた方がいいし、コスパいいですし、別にやりたくない仕事、生活のために働いているというのであれば、プライベートを削ってまでもう身を粉にして頑張る必要ないんですね。具体的な方法としては、もし週5で働いているのであれば週4で働くようにするとか、ブラック企業で勤めるぐらいであればバイトにして働く時間を減らした方がいいということですね。そうすると収入が減ってしまうじゃんなんてこともあると思うんですが、その対策も頑張らないことのメリットのうちに入っておりますので、最後まで見てください。というわけで、頑張らないことのメリット、まず一つ目がストレスがたまらないということです。ストレスというのは人生においてものすごく大きな負債でありコストなんですね。その圧倒的な大きなコストを削減することができます。例えばストレスがなかったらお酒で発散する必要とかないじゃないですか。甘いもの食べて発散とかしなくていいわけですね。もう暴飲暴食をしなくていいわけです。特に買い物をして発散するとか、もう好きなことをして発散するとか、多いじゃないですか、そういう人。そう言ってストレスをなくすっていう行為をしなくて、もう自分の好きなことを好きなようにお金を使えるようになるわけです。お金を稼ぐために仕事をして、その仕事で溜まったストレスをお金を使って発散するって何のために働いてるのかよくわかんないですよね。特にストレスというのはもう体に一番の害なんですよ。もう万病の元なんですね。もう命を削るぐらいなら、もうちょっとぐらいお給料減ったとしても自由に楽に生きた方がいいです。もちろん最後にそれでもやっぱり稼ぎたいという人のために楽をしながら稼ぐ方法というのもお教えします。そして頑張らないメリット2つ目が人生が充実するということです。何のために生きるのかと、やりたくない仕事をするためなのかっていう話じゃないですか。もう幸せになるためじゃないですか。もう週5、6でぎっちり働いて家族も大切にできない、好きな人も一緒にいられないと、好きなことできないになったら生きながら死んでるみたいなもんですよね。もう一種の拷問ですよ。大体家族を養うために仕事に没頭しすぎて家族失うって本末転倒じゃないですか。趣味に没頭したり、やりたいことやったり、自分の大切な人と一緒に幸せな時間を過ごしたり、健康的な生活をする方がやはり幸福度って高まるんですよね。逆に充実してないからこそよくわかんない快楽に逃げるわけですよ。お酒であるとか女であるとか薬であるとか、もう人生の充実を最優先に考えてさえいれば変な道に外れることもないので、より良い人生を歩むことができるわけです。とは言ってもやっぱり楽になろうとしたらお金稼げないじゃんって思うじゃないですか。そこで頑張らないことのメリット3つ目がお金を稼ぐための時間ができるということです。まあ若い人だったらね、理解が早いと思いますけども、頑張って働いたとしてもたかが知れてるんですよ。サラリーマンって、まあ、成功したいしお金で苦労したくないし、もう好きなものを買いたいってやっぱ思うじゃないですか。でもよっぽど長い間勤めて部長であるとか、まあ、課長であるとか、まあ、ある程度の取締役にならないと、がっつり稼ぐことできないんですね。まあ、もしくはよっぽど優秀な成績を収めないと。サラリーマンでは、年収2000万とかちょっと難しいじゃないですか。ならどうするか。起業するか、副業をするかということなんです。でも、起業というのはやはり難しいから、まずは副業で経験や実績、人脈を作って、コツコツ稼いでいくことがとても大切になります。そうすれば、サラリーマンプラス副業でお金を稼ぐことができますし、今の時代はサラリーマンの収入だけに頼らず、副業で稼ぐ時代になってるんですよ。詳しくは、副業ならサラリーマンが最強というね、動画を見てほしいのですが、やはり仕事が忙しいと心に余裕もできませんし、時間もないから副業する時間がないなってしまうじゃないですか。じゃあどうすればいいかってなったら、もう仕事の時間を減らすしかないわけです。ぶっちゃけ正社員でいることのメリットって今そんな大きくないんですね。もちろん堅実にやるということも大切ですし、それがちゃんとコツ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 長い間勤められるのができる方だったらいいんですけども、そういう方って結構少なくなってますよね。特に発達障害とか持ってる方だと集団の中で自分の個性を生かすということが難しくなりますので、自営業で生きることがとても大切になります。具体的に副業でどうやって稼げばいいのかなんて方法はこちらの動画を見てほしいのですが、時間がある程度確保できた方が副業というのはしっかりできますので、やりたくない仕事をしてるぐらいなのであれば手は抜いた方がいいです。とは言っても時間があってもやらない時はやらないじゃないですか。
なのでいきなり辞めちゃうと収入が減るだけで、あ、やっぱり前の方が良かったなんてことになってしまいますので、まずは副業をしてみてハマったらその本業を減らしていくという考え方でやってみてください。そうすればサラリーマンの年収を副業で超えられるなんてことは結構簡単にできます。おすすめは動画編集なんてのはやっぱりがっつり稼げますので、興味のある方はこちらの動画を見てみてください。以上3つですね。ストレスがたまらない、人生が充実する、お金を稼ぐ時間ができるというメリットから、やりたくない仕事なのであれば本業の方は手抜いて副業ができるようにした方がいいですと。本当に自分のため、人生のため、充実のためになることをやった方がいいし、長期的に稼げることをやっていった方がいいです。本当人生ってめちゃくちゃ短いですから、やりたくないことをしている時間なんてないんですね。もったいないです。楽に楽しく充実した人生を歩むために考え行動していっていただければと思います。今日の動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。あなたは何をしたいのか、何が幸せなのか、なぜ何のために生きているのかということをぜひ考えてみてください。あなたの幸せを心より応援しております。以上、カズキでした。